はい、どうもねです。最近スプラトゥーン3が出たということで、まあ、いろいろね、考えてることがあるんですけど、今日もその、スプラ3についてお話できたらいいなと思います。よろしくお願いします。今回なんですけど、リスポーン地点についてです。今までのスプラ1、スプラ2のリスポーン地点は、定位置があって、そこから戦場に駆り出される形だったんですけども、なんと、スプラトゥーン3からは、なんか自分で空から、なんだろう、降りるポジションが決めれるみたいなので、リスキル対策になってるんじゃないかなと思います。ちなみにリスキルというのは、おー強い強いおーおーおー強い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 よリスキルしまくってるリスキルしまくってるはい、こんな感じです。ヒレオくんが少しだけね、実演してくれたのですが、まあ、こういった、対策にもなってるんじゃないかなと思います。そう、それでスプラ3のなんか上から復帰するってのすごい気になったので、今回ちょっとスプラトゥーン3を疑似体験してみようかなと思って、スーパージャンプを使って、ちょっとスプラ3体験していきたいなと思います。よし、これが疑似スプラトゥーン3のスーパージャンプだ。スーパージャンプとかリスポーンからの復帰か。おー、いいね。こんな感じだべ、スプラトゥーン3。あ、ちょっとなんかこっち見てる。ヒレオが倒せるか、あれ。お、ヒレオが行こうとしてる。いた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 。倒せるのか、ヒレオくん。あ、倒した。他の人は他の人倒せるのか、ヒレオくん。なんか待ってる。待ってる。ははは、待ってる。めっちゃ待ってる。あーはははは。せっかくスプラトゥーン3にしたのに、スプラトゥーン3にしたのに、あー待ってるよ、ヒレオ待ってる、あー全部壊しちゃった、全部壊しちゃった、ピーコ。ぶつかっとる。ぶつかってた。